おお。ちょうだい。結構乳輪見えちゃうんですけど大丈夫ですか。うわ、登り棒やみたいな。もう登らんで明日からみたいなね。あ、なんか大丈夫ですか。本当すいません。皆さん、ナミさんのメダルルート絶対やりますから任せてください。あ、レインボーレインボーレインボー。今日こう何回言うんだ。はい、トミーやりましたね、はい、今回ね。1回戦は、出玉バトル私が見事勝利ということで。あなたなんか裸とかかかったら強いよね。強いんですよ ね、まあまあ、多分僕が強いというより、あの世の男性ファンの男性からのこのオーラが来てるんでしょうね。乗り移ってる、乗り移って憑依してこの右手に来てるんでしょうね。で、はい、ナミさん負けましたけど。どうですね。あ、これ本当に負けてるんですか。いや負けました。いや私早く当たったし。いや早く当たったけど早く入ったし、出玉は私の方が勝ちましたから、取りましたから。あ、そっか、一応出玉勝負なんだ。あ、そう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 、一応負けは負けなんで認めていただいてね。もう一回。え、何？しゃーないな。早いな。早い早い。それでいいの？その代わり、あのカメラに向かって、もう一回お願い、もう一度ちょうだいってちょっとちゃんとやってくださいよ。そしたらまあ考えないでもないわ。最後のもう一度ちょうだいの意味がちょっとよくわかんない。なんか無理やり下ネタ混ぜてますよね。いや、チャンスちょうだいなんですけど、チャンスちょうだいって言ったらちょっと面白くないんで。チャンスを省いて、はいはい、お願いもう一度ちょうだいっていうのは皆さんこれ見たいんちゃうかな、アップでな。言います、ナミさん、それ。じゃあ言います。言ってでもやります。言います。はい、じゃあお願いします。言いますね。はい、もう一回ちょうだい。いいでしょう。ああ、いいんや。ちょっとおっさんっぽい。ちょっとおっさんっぽかったよ。おっさんっぽく言ってみました。ちょっとおっさんっぽい。でもなんかちょっと普通の雰囲気で逆に良かった。ああ、うん、なるほど。ちょっとキュンとしたね。ちょっと、あーっていう感じでしたね。はい、僕は好きでした。でもね、はい、いいっすよね、こういうのね。そう、うん、そういうのがいい。一回頼むよ。いやいや、おっさんやん。おっさんやん。もう一回堪忍してな。下手か。大阪弁下手か。ちょっと影響されつつあるから。ああ、そうですね。どうですか、大阪弁は。大阪弁、大阪弁というか関西弁というかね。今日覚えて帰ってください。今日覚えて帰るわ。まあ下手か。やっぱ下手や。まあ行くで、行くで。行くで。じゃあ行きましょう。これが、これで待って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 、ルールルール。そう、結局どうします。どうしよう。出玉勝負します。できますか。できますか。出玉で出玉勝負で、何ですか。あ、次買った方が、あ、そうそう、ナミさん何させます。そうですね、うん、やっぱまあ夜の営みを迫る時のモノマネ。あ、そのシチュエーション。モノマネじゃないですよね。モノマネっていうか、その時どうするみたいな、うん、こんぐり子が夜のモノマネ。誰がこんぐり子。これさっき言うな言われたでしょ。速攻ぶっこんでいったな。都知事が都知事ちゃん夜のいやいや、あなたがです、うん、ナミさんが夜の三密を。いや、もうそれが言いたかっただけやろ。もう3密使いたかっただけやもん。3密濃厚接触言いたいだけですから。そう最近多いですよ、ね、まあ流行語大賞ですかね。はい、はい、じゃあそれでいきますか。それいいんですか。トミーに対してちゃんと誘う時のやつ。やる。私はトミーさんはどうしようかな。お仕事ください。ああ、そうっすね。そりゃそうっすよ。そう。生々しいな。だからこれ、だから分かりました。はい、トミー負けたら近々ナミさんが、ね、私のトミーのエリアに担当店舗でお仕事していただくという形で。はい、分かりました。いやー、やりがい出る。頑張ろう。これはどう、俺が勝った、うん、それは僕は勝ったんですよね。そう、なんでもあなた勝てばいいんです。勝ちます。はい、僕が見たやつでもなんかオープニングで動画の再生回数が悪いからちょっと頑張らなあかんって言われてるんですって言ってましたよ。うんそうなんです。なんか平凡なことしかしてないんで、結構コメント欄にババアが打ってるだけのパチンコ動画とかいらないよね。ひどい。ひどい。それはひどい。いや、あれね、僕思うんですよ。YouTube のコメント欄見たら負けっすよ。あ、でも私気にしないタイプ結構。ああ、いや普通に見て。見て。あ、そうみたいな。あ、そう。いや、大丈夫です。今回の、うん、動画でそういうのは全部なくなりますよ。面白い。面白いもんだって。ナミさん面白いよ。あ、本当ですか。お世辞でもありがたくいただいとくわ。いただいとくわ。また下手やな。おし、来た。私応戦チャレンジ。二人ともチャンスですね。同時に当たっちゃいます。これエミリアターン選ばれればチャンスっぽいんですが、さっきから赤保留まで行きました。エミリア行け。エミリア、エミリア。はい、ダメ。ダメだ。赤保留行ったよ。やばい、先に当てられてしまう。いい音してますね。あ、レインボーになってません。
いやいやいや、え、違うか、え、嘘、なってた、なんかピカピカ枠がペコペコしてた。あーいいなー、わー、あーやばい、ナミさん験担ぐ方ですか。結構担いでた時期もあった。その頃どういうのやり方してたんですか、ゲームとか。あのブレスレット買ったりやられとるやないか騙されてんねんね。買ったり、あの谷村さんの本漫画読んだり昔、はい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 、僕好きですよ谷村さんのやつ。おスイッチだーとか言って、はい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 、だ夜になると出るとか言ってますもんね、おばさんね全力で感性で生きていってますよね。本当にそのオカルトも突き詰めるとすごいんだなって思いますね、うん、おばさんの見てると、うん、え、お母さんもじゃあパチンコ好きなんですか。大好きです、大好き大好き、パチンコおばさん、パチンコおばさんパチンコおばさん、イエーイ。だって晩ご飯作んないでパチンコ行ってます。わー、え、今実家ですか。あ、実家で、もう本当に実家なんですか。実家なんです。お母さんパチンコ行ってて絶対ご飯作んないんでいや、これマジです、本当の話で。お、鬼がかり、鬼がかり、鬼がかりって確か相当熱いやつですよね。それは初めて見たな、その演出は。だからストックなのかな、後で出てきそうですよね。どうやら一周ぐらいに当たりそうですね。ねえ、仲良し。あ、仲良くなった、やった。私はその左手の薬指の指輪を見逃さない。あ、ダメなんですか、やっぱり。いや、ダメですよ、ダメでありますよ、それは、はいはい、でもなんか友達としてもなんかすごい面白そう。あ、確かに、あ、確かに、うん、嬉しい。例えばね、今は飲みに行けないけど、やっぱそういうの行ったってめっちゃなんか話楽ですよね。男となんか似たような感覚で話せそう。バカやてそうみたいな。はい、もうほんまめっちゃ言うな今日結構何回言うた言いたいんやろ。言いたい、100歩ぐらい言ってるよ。まだ言うてないよ、うん、まだ言うてない、まだ50、まだ50ぐらい。いやいや、もうだいぶ言ってると思うけどね。あ、これボタンが集まれば集まるほど熱いらしいです。まあ、まだ初打ちなんでちょっとね、確実なこと言えないんですけど。おーい、えい、お、白芸出ました。えい、え、しかも軽く押したら外れたっていう。え、今のが最後だったんですか。いや、気持ちが足りてないんですよね。復活、復活、終わりよった。あ、長い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 、あ、復活や、あ、死に戻りや。あ、ビクトリー、あ、面白い、すげえ。でもそのパチスロの演出うまく盛り込んでますね。うん、やっぱちょっと面白いな、これ。いいね、これいいな。アニメ好きな方が作った感がすごい伝わる。なるほど、確かに、うん、ほんまにいい感じが出てる。たまにアニメ見てないでしょっていうような題あるし。ああ、なるほどなるほど、確かに確かに確かに、うん、これはなんかほんと好きで作られてる感じが。一番いやらしいエロだった方誰ですか。あ、吐き気出た。誰、今すぐやりたいみたいな、そのセクシーさ言いにくなるわ確かに言っといてごめんと思ったさすがにね、もうそれは皆さんあの魅力的な方ばっかりなので。確かに確かに、ちょっとジャッジには困りますけど、うん、強いて言うならば。いやです、言えないよそこはちょっと皆さんも本当に、はい、ええかっこしい、ええかっこしいやな。いや、本当に素晴らしい女性の方々でした。いや、はい、本当こんけどね、動画一緒にさせていただいた方みんな魅力が全然違って、そうそうなんですよ。ナミさんもまたちゃいます。そう、嬉しい。確かにみんな違うかも。いや、さすがやなと思いますよね。ほんまに毎回思う。やっぱこうやって何ですか、映る仕事をしてるというか。ですですです。やっぱみんなすごい、いやいや、やっぱり個性と魅力があってね。本当に本当に。ええ、お二人も十分。いや、僕ら映る仕事してないんで別に。あ、コメントしてますけど。映っとるよ。映っとるよ。今回全然聞けてなかったんですけど、はい、好みの男性のタイプってあるんですか。お、好みの男性のタイプは、はい、一緒にパチンコとかスロットしてくれてお、一緒にアニメとかも見てくれて、おあとちょっと夜の付き合いもいい人が、はいはいはい、それ本当に大事。あの、向こうから来た時に嫌な日ないんですか。あ、ないですね。おー、え、どうした大丈夫。
え大丈夫、いやすごいな思って、いやいやなんかあ当たって叫んでんのかなって思って、違いますよ興奮してる興奮してる興奮してる、やっぱ嬉しいじゃないですか女性的に、誘ってもらえるって、いやじゃあやっぱ心がけないといかんなって思いますよね。ああ、まあ、それは本当にでも男性諸君はちょっとぶっちゃけだから今日はやりたくないって思っててもちょっと積極的に奥さん誘ったりすると機嫌が良くなると思います。次の日の朝ごはんはソーセージが1本増えてると思います。もう別に自分で増やすし自分でやっちゃう、はい、やっぱりバカしないでちゃんと、そうっすね、そうっすねって普通に、まあだってナミさんけど事務職持たなかったんで無理じゃないですか。よし行きましたラッシュゲート、はい、職歴が空白しかない事務職で1ヶ月でした。いや何してるんですかすごい、 いやちゃんと調べてるんで僕はあのしれっとラッシュゲットしてますよ。いいですか、頑張れ、私もあとちょっとです。あ私入んなかった、残り67だったのに、あ引き弱い、あおーい勝ちました、でもそうですよね、もうダメだ、まあ私、まああのえあそうか、もうほぼ勝ちやな、死に戻りすればですけど、まあまあ入らなかったんでちょっと残念、えあと何ぼやったっていう、あと70いくつでした、これは悲しいな、ね悲しいですよね、本当にガチっぽいんで、ああまあ一応死に戻って格ゲーにもう一回行ったけど、そっかまたはめなきゃいけないのか、言葉のチョイスがおかしいんだよな、なんかな言葉のチョイスがなんか変やな、それはあなたたちがきっと欲求不満だからです。あさようですか、何でもそういうことに聞こえてしまうんですよあなたの今日の流れでどうしてもそうなってしまってるとほんであれですか、今日は喧嘩してやめたんですか。喧嘩はですね、はい、なんて言えばいいんだろうな、まあ、上の人とちょっと合わなかったかな、はいはいはい、上ってあの社長さんとかが、はいはい、社長なんて言うてきたんですか。いやなんかこれ言っていいんかなこれいやなんかね、して仕事取ってるみたいに言われたんですよ、いや本当にやってなくて本当にやってなかったから、カメラマンの人がずっとバツバツって言ってる、あれ終わってん、まだまだまだ、ああこれ使えないまだです、まだですよ、おいプチューン言うた、諦めるのは簡単です、でもスバル君には似合わない、なんで言うやん、いいセリフやええわあ、私も入りそうだ、あとちょっとトミーの声で聞きたくない、イエーイ、いや嬉しいね、これけどまだやってるんですか、まだやってるんですか、まだ私は粘ってますよ、この残り132、私も白毛入った、ほんまやナイス、いやでも僕めっちゃパチンコ好きやのはずやのに、うんうん、あれなんですよ、あーすいません、最近全く行かなくなって、忙しくてですか、そう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 、あんだけ好きやったのに、でも今パチンコ面白いから、いやそうなんですよ、特にもう今行った方がいいと思う、いやいやけど行かないけないんですよね、家庭とかも忙しい感じ、そっちはそんなことないですよね、そっちはおろそか、いやよそうですよ、夜も昼もおろそかですよ突然のなぜかセックスです宣言がねちょっとカウンセリングしてあげてください、聞いてないのに、奥さんと何年ですか、え、でも待ってください、10、あ、22年長っ、付き合って付き合18から付き合って4年付き合って、ね、そこから結婚してるんで、子供ももう高校2年生なんで、上がこれはレスになってもしょうがない、カウンセリングできてないやんそうなんですよね、結婚早いともうお子さん大きくなってるのはすごい羨ましいなと思います、まあ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 、若いうちに苦労してるけど、まあそうですね結構願望湧いてきてますね、結婚願望いやそれがないんですよね、あないんや、え、結婚したいとは思わない、あんま思ってない、まだこの今の
自分のやりたいことがやる時間が大切。あ、パチンコ毎日行けるならいいですけどね。ちょっと厳しいな。でもなんかそうやってパチンコをこよなく愛している人に出会えるの嬉しいですよね。本当ですか、ね、嬉しい。いや、こういう方々に支えられてるんやなっていうのは本当に思いますよ、ね、やっぱ僕らも一生懸命仕事してるんで、うん、やっぱ一生懸命楽しんでもらいたいじゃないですか。こういう人をいかにお金落とさせるかが仕事なんで。まあまあまあ、悪く言うな。私いまだに申し訳ないなって思ってることがあって、あのおばあちゃんに成人のお祝いで100万もらったんですけど。すごいおばあちゃんですね。いや、結構でももらえません。いや、もらわないですね。100万家お金持ちですか。いや、お金持ちじゃないですね。全然それ1回だけなんですけど。すごい。それエヴァンゲリオン4に全部使います。もうね、ほんまね、切ない。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんって10万ずつ下ろしてて。ばあちゃん、ばあちゃんね。でもおばあちゃん孫が動画でチッポチッポ言うてんの見たらひっくり返ってまいりますよ。いや、今でも覚えてるのは最後の1万でやめたんですよ。エヴァやめてお手洗い行っておしっこして、その島最後に見るじゃないですか。そしたらその後に打ってたおじさんがもう暴走モード入ってて、うわもうマジでクッしたくなった。呪いクッしたくなった。あれはおじいさんって。でもそれがやっちゃいけないよ。それがパチンコなんですよ。ですよね。やっぱオカルトもその頃信じてたから。ああ、やっぱやめなきゃ。ブレスレットもしてたしね。そう、タイガーアイやね。タイガーアイと、それこそ攻略マガジンの後ろとかに載ってるやつ。あ、そういうやつです。そうです。あのお金の風呂入ってるやつでしょ。そう、そうですよね。でしかもなんかちゃんとそれ浄化とかしてて、月の光に当てて。やられてもうてんな。なんかめっちゃおもろいわ。一旦私は終わっちゃいましたかね。何発ですか。5300。あ、全然まだまだです。そうですね、これはちょっと面白い。わからない。パチンコで失敗じゃないけど、よくあったのがその前の彼氏、元々元彼か最初の彼氏が打たなくて、パチンコ、はいはい、おすごくそこの価値観合わなくって、おおおお、なんかディズニーランド行ったんですけど、はい、私はディズニーランドより地中海を打ちたかったんですよ。本当の話なんですよ。地中海を打ちたくて、なんかイライラしてきちゃって。イライラしてたんや。だんだんなんか貧乏ゆすりとかしだしちゃって。いや、ディズニー行ったけどってこと。まだまだ、まだ行ったんですけど、もう本当帰りたくて。私終わって時短に戻りました。私も今終わっちゃいました、まあ、やばいの。これは私の勝ちです。もう時短なんで終わりですかね、トミーは。まあここで引き戻すかどうか。あ、まあ、これで私が入ればまだいいんですよね。私が入ればいいんですよね。そうです、そうです。入んなかったら勝負。けど時短は終わりでいいんじゃないですか。復活しなかったらトミーさんの勝ち。はいはいはい。で、そのディズニーランドでなんかインディージョーンズ並んでる間に、私がマジイライラの限界になって、さ、くだらないことでちょっと喧嘩になって、それはけど地中海打てないイライラなんですよ、ね、そうです、そうです。でもまあ私さ、帰っていいかなみたいな。うわ、で一人で舞浜から帰って、あそこの駅ですね、東京駅の近くのパチンコ屋出て。それ喧嘩、しょうもないことによる喧嘩の理由は、でも地中海って言わないんですよ。言わないですよ、言わないです、さすがに。ああ、ちょっとやかってるんですよね、だから。いや、もう彼氏からしたらなんでやねんって感じですよね。え、なんでこいつ怒ってんの。そう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 。あ、終わりや。もうちょっと。お、トミー勝利。ー勝負、結構私強いのに負けた。皆さんやりました。おめでとう。負けた。じゃあとりあえずその出玉勝負はこれで一旦、はい、トミーの勝利ということでありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーね、はい、ほんまにそういうなんかこうエロい欲求を満たすための時のあなたはすごい。そうですね、うん、やっぱりまあその男性ファンの方のやっぱりもうあれもある、後押しもあるんだと思います。怨念が、怨念が、はい、怨念というか怨念がね、うん、あるんだと思います。やっぱ今日今回はね、はい、それが生きるための力なんだなっていうのを、まさにもうあなたからも、ナミさんからも
っと勉強させていただいた回となりました。まさに、はい、はい、その通りでございます。ただこれが放送されることになると我々のアンダーツリーでの人生の生きる力になるかどうかは分からない。ちょっと危なかったですか？大丈夫ですか？いや全然大丈夫です。いいですか、はい、スパーとかいかないですか？大丈夫です。もし妻だったら僕を養ってください。あ、じゃあ先発プロになりましょう。紐系ですからただあれですよ、あなた家でご飯作ってる時パチンコ打ちに行かさないと荒ぶりますからね。そう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 僕も大好きで、もうじゃあ破滅ですね、家庭は成り立たない、はいはい、ということで、まあまあその罰ゲームの分はね、はい、後で神さんにちょっとまたやってもらうとして、ね、一旦お願いするとしてですね、はいはいはい、まあ、いつも の, 恒例のお絵描きコーナーということで、タイトルはやっぱりこういうあれですから、はい、まあ、リゼロといえばということで、なるほど、あなたのリゼロはということで、あなたのリゼロは、はい、もう私はもう皆さんそれなっていうのを完璧に抑えてますんで、はいはいはい、これ負ける気しないですけど、ね、これ大体ね申し訳ないですけどいつも最後トミーに行かしてるんで、はい、まず私が最初に、わかりました、お願いします。お願いします。え、なに、え、そんなにこれ、なんですか、わかりますよね。ちょっと僕は別の会社のやつ言おうとして、ガイドの営業マンめっちゃ怖い目で見てますけど大丈夫ですか、これ。ちょっと強楽の匂いがしてますからね、軽く。強楽ってよりはあ、そっかそっか、確かに確かに、あ、ユニバーサルにも見えるし、ああ、そうですね、強楽とユニバーサル、メガチューみたいなね、あ、メガチューみたいな、メガチューみたいな、じゃなくて、はい、え、言っていいんですか、これは、答えは。答えは言っていいです、はい、あのパック、はい、そうですね、はい、かわいいじゃないですか、パック。いやまあ、下手なんかうまいんかちょっとよくわかんないですね。そうですね、ただ捉えてはない。でもこれガーなりますもんね、ガーって、あ、そうそう、すごい、あの大きい獣になるので、結構物語では大事な、まあ、ナミさんと、ナミさんと一緒ですね、多分パチンコ打てないとこの人になるぞ、荒ぶるですね、はいはい、はい、まあまあでもなんか、はいはい、いいですね、なんかね、はい、じゃあ、まあ、私はもう、これも一応勝負勝ち負けあります、僕ジャッジしますからね、え、これもあるんですか、これ一応ありますよ、もちろんもちろん、はいはい、私はもう皆さん特にまあこれスロットのリゼロファンであれば、はい、もう絶対これで通る道です、666円です。お、うまっ、これを見たくてね、え、店員さんそんなハゲてましたっけこれな、あなた別にあ、でもうまくないですか、これリゼロでしょ、リゼロといえばですよ、まあ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 、アニメとは全く関係ない、ちゃんと荷物置きもあるしね、あ、そうそう、ちゃんとですよ、あの、その絵うまいことにびっくりされてますけど、絵はね、うまいんですよ、うまいですよね、絵はうまいんですよ、え、何か描かれちゃうんですか、同人誌とかなんでなんで普通に描ける人の絵だなって思いました、描けるんですよ、この人、うん、で、デッサンの撮り方とかが、ただね、やっぱりちゃんと叱ってあげてください、もうふざけてるんでえ、私もこれ見た瞬間負けたなって思いましたもん、あ、やっぱりリゼロといえばっていう、そうですよね、うん、はい、ごめんなさい、ちょっと出直します、これはスロッター私はですよね、あ、この辺素敵だ、はい、まあじゃあもうこれしゃあないです、相手が負け宣言してるんでですね、あなた勝ちです、はい、ありがとうございます、完勝、これはすごい完勝です、完勝、素晴らしい、まあこれはおいおい、なんか色紙から知らない間に神になってまいりましたけど、ね、今日多分本社の人が用意するの忘れてたと思うんで、はいはいはい、あの、だんだん雑になってくる、まあまあ送れるかどうか今回の分は分からないですけど、そうですね、あのもしプレゼントできるんであれば、まだサインを書いて、プレゼントできるんであればします、はいはい、やれたらやるっていうですね、はい、というところで、はい、じゃあどうします、罰ゲームもいっちゃいます、やっちゃいます、執行ということで、あなた一応彼氏役でナミさんがちゃんとそのなんていうんですか、ここぞという時のやつをやってもらって、であなた先あのおっさんネタ使ってたんで、はい、あ、もうあれはなしで、あ、本ちゃんのやつで、トミー、トミー、昨日寝ちゃったじゃん、寝た、昨日寝ちゃったから寂しい、いや、どういうこと、かまって、朝やで、朝だからいいんじゃん、いい、あかん、これはすごいこれはやばい、確かに逃げちゃった、これはダメです、え、まだ続きあったんですか、全然あります、もうあこで無理ですよ、もう掴んでからのおお、まあまあ掴みました掴みました、はい、できるじゃん、できるじゃんできるじゃん、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 はい、と
ございます。いや、ありがとうございました。なんか、台のいいところもね、いっぱい見れたし、ちょっとマジでホールで打ちたい。打ちたい。そうですね。うん、やっぱりこれはね、これは打ちたい。あの、見てて面白い機械っていうのはもう絶対ね、もう間違いない。確かに。で、特にそのね、アニメは知らないけど、やっぱスロットは打ってたって方でも、はい、あ、これ知ってるとか、ね、これは熱いぞみたいなのが、まあ、コンビニは出なかったですけどね。出なかった。出ないんですかね、コンビニは。まあ、今のところ出なかったけどね、あのイラストを描いてるけどね。まあ、それはそれ仕方ないです。途中、ナミさん言ってたように、これ好きな人がちゃんと作ってきてるんで、絶対。そうですね。確かに。こだわりを感じるので。こだわりを感じる。演出は確かに。ちょっとまあ、白芸も自力感あるし。ああ、確かに確かに。だから普段パチンコもしね、打たなくて、たまたまもし何かの間違いで、我々のこの動画もしパチンコ打たないとか見てくれて、あ、リゼロって思ってくれても、これ間違いなくホールで打ってもらったら、そうですね、うん、いや、これは絶対触った方がいい、政治抜きで、はい、そういった機種になってますと思います、うん、はい、でも本当に長谷川君もありがとうございました。どうもありがとうございます。じゃあトミー最後締めてください。はい、はい、ということで、じゃあ今日はこれら辺でお別れということになります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。